綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、292ヤードパー4です。これはすごいすごいですよね。右の傾斜がちょっと池に吸い込まれる形になってますね。左を狙っていきたい。ダメ絶対ってやつですね。本当ですね。おお、素晴らしい。うん、ちょっとカートのところ止まり行っちゃったけど、でもうん、いいと思います。よし、右に行かないだけグッドですね。左に出して右に曲げてるの？左に出してイメージは。あ、そうですね。おー、すごい。プロだ。違うんですよ、右にめっちゃ曲がっちゃうから、ごまかしでやってます。20ヤードくらいなので、8番アイアンで打っていきます。どうだろう、また当たり薄かったな、ちょっと、行ってみましょう。ちょっと分かんなかった。2番グリーン、難しいな。一回ちょっと距離歩いてみれば、あの後ろいないし、ちゃんと確認してみれば。そうですね。うん、30ヤードの26ヤードで超えますね。超えたいから、でも、うん、ピンの奥になっちゃうのはしょうがないと思うんだよね。手前の方がきついもんね。確かに食らっちゃうから、ここからだと転がっちゃうと今度グリーンこぼれそうじゃない？でもこの辺狙うの怖くない？怖い。ああ、まあ確かに点では狙いづらいよね。ビビっちゃうよね。難しいんだ。うん。はい、おしまい。はい。難しい。でも傾斜とか分かったかな。ピンより左を狙うとか。うまいかも。笑っちゃうんだけど。うまいかも。あれ、そんな前スピンかかんなかったような気がしたんだけどね。うまい。いや、楽しいね。OK です。ありがとうございます。5ボギーです。はい、ナイスアプローチですね。ありがとうございます。今のは嬉しいアプローチだった。うん、すごい。はい、では5番ホール494ヤードパー5です。はい、では今度左です。おお、ナイスキック。ナイスキック。ラッキー。ここちょっと難しいですね。難しかった。何番ウッドですか？6
5番ウッドで打ちます。はい、うん、ナイスショット、ありがとうございます。多分大丈夫かな。うん、よし、今飛んだ。よし、では152ヤードですね。ちょっと右に池があるので左を狙っていきたい。うん、大丈夫そう。パー5だからね。そうなん、ちょっと遠いです。うん、あー、ちょっと弱かった。うん、ちょい弱、うん、ちょっと食われちゃったね。はい、もう一回プローチになっちゃった。うん、出ちゃった。悔しいな、今のは。はい、です。ダボです。はい、ではコメント読みの時間です。3月23日公開のチャレンジ精神をかき立てる池&バンカー越えに挑戦という動画です。はい、まずリンさんですね。ナンバーワン、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。次、アジフライさん。マリンちゃんのファッションセンスいいですね。赤いパンツがお似合いです。わー、ありがとうございます。この日初めて赤いパンツを確かに履いたかもしれない。ゴルフウェア可愛いの多くて楽しいですよね、選ぶのも。はい、コメントありがとうございます。トールさん、ナナエさんとの動画見直してきました。マリンちゃんのドライバーが鳥のようにってナナエさんが言ったのがハマってしまいまして、変なコメントになってしまったんだと、というコメント。そっかそっか、前回のコメント返しで鳥ってなんだろうみたいな山ちゃんと話したの覚えてますか。うん、多分それでもう一回コメントをしてくれてます。そういうことか。はい、もうあれですね、交換日記のようになってて嬉しいですね。ありがとうございます。そういうことか、ありがとうございます、見直していただいて。はい、で次がエクレアさん。ファッションチェック待ってました。赤のパンツ似合ってます。ありがとうございます、嬉しい。みんなファッションまで褒めてくれて優しい。ありがとうございます。今日はちなみにあれですね、なんか春なので蜂っぽいコーディネートになっちゃいましたけど、蜂さんコーデです今日は。はい、次がコージさん。池越えチャレンジ残念でした。でもチャレンジしないと成長しませんよ。ミスも含めて楽しんでください、というコメントいただきました。これね、悔しかったですね。ピャーンって池の方行っちゃったから、ポンペは挑戦しないとかいうチキン発言をしたのを覚えてます。はい、で次がヨッチさん。5番ホールの池越えリベンジお願いしますってコメント来ました。そっかそっか、リベンジか。ちょっと皆さん、じゃあちょっと挑戦見守ってくれますかね。見守ってくれたらちょっと頑張ろうかなって思います。はい、次がシルクさんでいいかな。体の捻転が深くなってきた気がします。スイングのタイミングも早くなくていいのではないでしょうか。スイング全体が大きくなりすぎないのも安定させるコツかもしれません。飛ばさない勇気も必要ですよね、というコメントをいただきました。あー、ちょっとコンパクトめにスイングすることで安定さを出すことも大事だよってことですかね。深い。学ぶことが本当にたくさんですね。コメントありがとうございます。ということで、ちょっと早速行きましょう。急げ急げ。
コメントが多くてあれだよね。嬉しい。ありがたい、ありがたいよね。読むのも楽しい。ね、読むのも感想しないとね。うん、はい、では6番ホール258ヤードパー4です。よし、これはでも左を狙っていきたいですね。ちょっと削っちゃったけど、戻ってきた。うん。安全にですね。セカンドショット110ヤードぐらいです。9番アイアンで打ちます。やってしまったかも。出てきてるといいね。行ってみましょう。はい。出てきてくれて。うん。やっぱ回転がね、右だから戻ってきやすいね。そうですね。ちょっとよかったよかった。よかった。難しいショットになった。そうだね。なんかもう土だね。土ですね。まあ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 、まあ、全然イメージと違った。おー、難しいな。おー、すごい、ナイス。よし、いい感じです。これは入れちゃいたいな。です。ありがとうございます。ボギーで抑えた。おお、素晴らしい。よかった。